ナイダーを捕まえて強烈なパンチを食らってよろけて肩を並べうずくまって夜通りのアメリお前はにやけて傷口が綺麗になるなんて嘘をつくいつも口喧嘩せうまくできないくせしてさえない冗談言うなよあまりのくだらなさに目が潤んだ何度も青あざだらけで涙を逃がして不安でいた心がさにあざだにしながらなりきったバットエンドにあらがうなぜだろう喜びよりも心地よい痛み全身に飛び火て誰だがさにしたらぜぜなら誰だわてるに笑う土砂降りの夜に誓ったリベンジで、どうすんの？やんの？やらねえの？俺は言ってんけどよ、メビウスは俺らの2個上の代だし、やり合ったら遠間もただじゃ済まねえっていうか。そんなこと聞いてんの？やんのかやんねえかって聞いてんの？俺は言ってよ、ぶっ殺してやりてえよ。お前らの中でカーのダチやられて迷惑だってやついる？ひよってるやついる？いねえよな。うわあ！はい、ね、冒頭のね、大熱唱、ね、ただいま絶賛放映中ね、大人気アニメ東京リベンジャーズね、オープニング オフィシャルヒゲ男ディズム、ね、クライベビー歌わせていただきましたけどね、まあね、今もう実写映画化もされてね、もう本当にね大人気絶好調の ね東京リベンジャーズ、今知らない方に、ね、説明すると、まあ、不良漫画です。もう、ね、王道の不良漫画、ね、僕みたいな、ね、結構ね、まあ、強者の不良たちがねやり合うっていう、まあこってこての不良漫画ですわ。でまあ今日ちょっとね、主人公の竹道のね、コスプレちょっとね、登場させていただきましたけど、僕も見ました、アニメとね、あと漫画はね、最終話まで見させていただきましたけど、まあいいんじゃない、うん、僕みたいな川崎出身の、川崎のね、ガチのね、ヤンキー出身の僕からすると、まあちょっとまだ甘いけど、あんなんじゃ、あんな雑魚だけど、ね、ほんとクソガキの遊びみたいなもんだけど、まあいいんじゃない、うん、ね、ということで、今回はですね、神奈川のね、マイキー、神奈川の佐野万次郎ことね、捨て上げがね、まあちょっと東京リベンジャーズにね、ちなんで、ちょっと僕の、まあ、本当、川崎生まれなんで、もうね、川崎、スラム街と言われてるね、神奈川のスラム街と言われてる川崎、神奈川県川崎市生まれのね、まあ、元ヤン出身、僕がね、まあ、ちょっと、まあ、昔のね、若い頃ね、若気の至りというか、若い頃のちょっとね、ヤンキーエピソードっていうのをね、話していこうかなと、まあ、ちなみに、ちょっと待って、スマホ取ってくる。多分サムネイルとかにね、載ってると思うんだけどね、これ僕のね若い頃のね、写真、これガチです、これ、ね、これ若い頃にちょっと生きった時代の、これガチよ、これ見たら分かると思うけど、ガチでしょ、これ、これがガチのね顔でしょ、こってこっちの金髪にね、もうね、こわもてフェイス、これ見てもらったら分かると思うけど、本当にまあ、ガチヤンだったから、ガチでヤンキーだったんですよ。これ、20歳前後くらいかな、これ、本当にね、ちょっと神奈川ね、それから、閉めてたから、もう浜の番長って言われてましたからね、本当、ね、神奈川ね、閉めてて、まあ、昔はね、まあ、ちょっとやんちゃしたよ、本当にね、僕レベルになるとね、小学生の時からね、
うん、本当にもうガチアンだったから、もう半グレだったから、そう、もう小学校の時なんかね、地元ね、小5の時でさ、小学5年生の時、まあ、地元でちょっとね有名なね、ヤンキー、1個上のヤンキー、小6のねヤンキーにね、喧嘩打ってね、見事にね、ボッコボコにされてクソ泣いたっていう、まあね、なかなかね、やんちゃなエピソードあるけど、うん、まあ、ちょっとそれは持ったけどね、まあ、ちょっと1個上の小学校6年生のヤンキーにね、喧嘩打って、まあ、ちょっと軽く警察沙汰になったっていう、まあ、ちょっとした出来事があってね、何したかっていうと、なんかね、僕ら地元でね、同級生10人くらいでね、まあ、遊んでて、で、近くのローソン、コンビニにね、まあ、行ったんですよ。で、そしたらなんか知らない、知らないやつら、知らない2人組がなんかいたのよ、ローソンの前に、小6、その、まあ、1個上のヤンキーたち。知らない2人組か3人組くらいからいて、俺はちょっと10人でさ、生きてたから、数の暴力で、ちょっと喧嘩打ったのよ。まあ、なんか、ウェーイみたいな、ウェーイみたいな、まあ、君らどこ中みたいな、どこ中だっけ、どこ小みたいなこと聞いたんだよ。ああ、何どこ小って何って感じだよ、おめえらどこ小だよみたいな感じで聞いたら、なんか まあ、何々小みたいな、ちょっと地元だからプライベートだから不正解、何々小だよみたいな言われて、まあ、俺ら生きてたから、ああ俺ら慶応だよみたいな、慶応幼稚舎だよみたいな感じで、まあ、くっそ舐めたことをね、初対面のそいつは何も悪くないのに、ただ そこのローソンにいたってだけなのに、まあ、くっそ舐めた口聞いて、まあ、ちょっとまあ、反感を買ったのけど、まあね、相手の、ね、上の1個上の子たち、まあ、ちょっと大人だから、その時はね、何もね、言わずに収めてくれたんだけど、で、その後ローソン出て、またね、商店街でね、俺はね、肩で風切ってね、行きながら歩いてたら、また会ったのよ、そいつら。またなんかいて、なんでか知らないけど、俺らの地元の方になんか遊びに来てさ、で、また会ったから、俺らチャリでね、こうやって、チャリ族よ、チャリ暴走族で、こうチャリーンと走ってて、そいつは歩きだったんだけど、また、ウェーイみたいな、やってるみたいな、どう調子はみたいな感じで、ウェーイみたいな感じで、クソなめた感じで通り過ぎたら、とうとうなんか、キレられて、で、まあ、相手のクソがたい、小6なのにクソがたいやつで、しかもクソ足速いやつが追いかけてきたのよ、ね、こっちチャリよ、こっちチャリだけど、向こうは走りで、走りで追いかけてきて、クソがたい、くっついし、クソ速いから、俺は、クソビビって、まあ、もう猛ダッシュで逃げたのよ、チャリで。ただなんか、一人、なんか、二人乗りしてるやつがいて、二人乗りしてると、まあ、当然遅いから、なんか、お前降りろみたいな感じで、後ろのね、平山ってやつなんだけど、平山ってやつが、なんか、降ろされて、で、降ろされて、そいつ徒歩だから、まあ、まんまと捕まったわけですよ、平山が。まあ、その、クソ型いヤンキー。捕まって、で、俺ら、まあ、そんなん捕まったけどさ、もう、目もくれずにさ、後ろも見ずにさ、もう猛ダッシュでさ、チャリで逃げて、まあ、だいぶ離れたり、1キロぐらい離れて公園まで逃げたら、気づいたら、平山がいないと、平山がいないってことに気づきまして、え、これやべえんじゃねえのみたいな、あいつ死んだんじゃねえのみたいな、やべえやべえよみたいな感じになって、まあ、小5だからさ、いくら生きてたと言われ、ただの陰キャラよ、ただの陰キャラ、うん、喧嘩なんてしたことない、ただの陰キャラですけど、やばい、これやばいんじゃないかってことになって、で各自でちょっと平山を探そうみたいな、ナルト、サスケ奪還編みたいな、平山奪還編みたいになって。なんかみんなでね、各自2万戦で2人組ずつくらいで探すぞみたいな感じになって、で各々探してたんだけど、あまりにもちょっと見つからないし怖くなってきちゃったから、俺ら半分5人くらいは、 俺も含めた5人くらいは、まあ、俺の小学校、自分が行ってた小学校に駆け込んで、職員室に行って先生にちょっと平山が捕まりましたっつって、泣きながら助けを求めて、で小面の先生がなんか木刀を持って、よし行くぞみたいな感じで、ね、今思うと意味わかんないんだけど、なんか木刀を持ちながらなんか出てって、で俺らもついてったんだけど、でそしたら無事見つかったのよ。なんかすげえ学校の近くにいてさ、見つかったんだよ、平山と。なんか首根っこ掴まれてる平山がいて、でそのガタイヤンキーともそのコブみたいなやつ2人いて、で、まあ、無事見つかって、まあ、ちょっと連行されて職員室の方に、で 俺らも一緒にね行って、でそこでなんかお互いなんか何でか知らないけど、向こうは悪くないのに、なんかお互いなんかごめんなさいし合って、でなんかボロ泣きをクッソ泣きながらごめんなさいって謝って、でまあ俺らはそこで一件落着収まったんだけど、なんかもう半分の5人くらいのグループが何でか知らないけどなんか警察に行ったって、まあ、警察というか近くの交番に行って、仲間が捕まりましたみたいな、なんかヤクザの抗争じゃないんだから、意味のわからないことを言って、でそれでなんか
結局職員室でごめんなさいし合ってもうそこで収まったのに警察に行っちゃったから、まあ俺は詳しく知らないけど、なんかね、その結局警察からなんかいろいろあったらしいんですよ、うん、でそれで、まあその後のことはよく知らないんだけど、まあとりあえず俺は普通に過ごして小学校卒業して中学に上がったんだよ。で中学に上がったら、なんでか知らないけど中1の春か夏くらい、中学入ってすぐくらいになんかその事件のねクソファイヤンキーになんか呼び出しを食らって、なんかね、他のグループのやつに、ちょっと中山って言われて、お前小5の時のあの事件覚えてるよなみたいな、平山の事件覚えてるよみたいな、それでさ、あのヤンキーの人たちにちょっと呼び出し食らったから、お前もちょっと来いみたいな感じで全員呼び出されたんだよ、近所の公園に、何これみたいな、それまでね平和にね過ごしてきたね、ただの陰キャラがね、なぜか知らないけどなんかヤンキーのなんか呼び出しみたいな、漫画の世界だけかと思ってたんだけど、意味の分かんないなんかね、集会会合みたいな呼び出しみたいなのがあって行ったら、なんか見たこともないなんかヤンキーたち、他のね町から来たなんかヤンキーたち、中2か中3くらいの、なんか俺らの地元の公園でなんか暴れてんだよ、なんか大声出してなんかね、もうなんか暴れ回ってんの、サッカーボール蹴ったりギャハハハ言ったりで、それ見た瞬間もう顔面蒼白よ、何これ、これ終わったわって、怖いじゃん、中学の頃なんてさ、ちょっとさ上のさガタイいいやつら見ただけでさ、もう怖いじゃん、だからこれ殺されるんじゃないみたいな、あの時の警察に行った、まあ俺は行ってないけど警察に行ったやつらのせいで俺ら殺されるんじゃないかみたいな感じでなんか行ってさ、でなんかお前ら一列に並べって言われて、でもう当時そのヤンキー中にクソまた体でかくなってて、まあ、やばいわけよ、体もでかいし顔も怖い、顔はなんかライアーゲームのね横屋みたいな、実写版ライアーゲームのドラマライアーゲームの、シーズン1に出てた横屋みたいな、白い髪横屋みたいな、ね、顔してるんだけど、鈴木福の大人になったみたいな、まあ、言ってしまった俺みたいな顔、俺をちょっと怖くしたみたいな、ね、まあ、顔ですわ、呼ばれてで、まあ、一列に並べみたいな言われてさ、で並んだんだよ、何これと思うよ、並んでお前ら2年前のこと覚えてるかみたいなさ、なんかさ臭すぎるセリフを吐き始めた、アニメ漫画じゃないんだからさって思ったんだけど、お前ら2年前のこと覚えてるよなみたいな言われて、まあ、なんで警察行ったのみたいな、こんな俺ふざけて言ってるけど、クソ怖いよ、クソ怖いけどなんで警察行ったみたいな言われて、でなんかまあその、まあ、俺は関係ないから警察に行ったやつらがなんか説明釈明し始めて、なんかおーみたいな、まあでもおかしいよなみたいな、お前らが喧嘩売ったんだからな、なんで警察、お前らが謝るべきだよなみたいな、まあごもっともなんだけど、本当にね、ただの気持ち悪い陰キャラのせいに生きった俺らが悪いってなんか一人一人謝れやみたいな言われてさ、まあ一人一人謝っていくわけよ、謝ってって、でなんか俺の番になったら、なんかなんでか知らないけど、なんかね、俺、お前ちょっと一歩前に出ろよって言われて、普通にみんななんか謝ってたのに、なんか俺だけ前に出ろって言われて、え、なんかこれ、殺されるのかなって思ってさ、前に出てさ、で近づいてきて、もうこれくらいの距離、これくらいの距離、なんか息のね、臭い息の匂いがね、漂ってくる、これくらいの距離なんだけど、急に、お前、腹見せろって言われて、腹見せろって言われたの、え、だから俺ナイフでもぶっ刺されて死ぬのかなとか思って、クッソビビりながらね、俺シックスパックね、こうやってピラってこうやって見せたの、まあ当時ね、鍛えてましたんで、ご自慢のねシックスパック見せてちょっとビビらせてやろうかなと思ってこうやって見せたら、ね、言われた一言、キモガリちゃんって言われたって、その一言がね未だに忘れなくて、PTSD になっちゃうぐらいね、もう本当トラウマ、まあね、ただねクソガリガリだったから、ね、腹筋の筋が浮き出て、シックスパックっぽく見えてただけっていう、ただのクソガリがね、こうね満を持してね、いきりながらこうピラって、ね、出したら、ただの集体を晒しただけっていう、ヤンキーにはねそのね、ガリガリ具合が見抜かれてたって、
まあ、ただね、あまりにもね、雑魚すぎて相手にされなかったのかね、お前もういいよみたいな、もういいからみたいな感じで、それで終わったんだけど、あれはちょっとね、まあ、なかなかね、まあ、武勇伝なんじゃない、あれ、まあ、本当今でもね、語り継がれてるね、神奈川のね、川崎の佐野万次郎ことね、捨て上げのね、まあ、武勇伝ですけど、まあ、もうちょっと話しすぎちゃったんで締めますけど、まあ本当ね、生きてっと、うん、神奈川川崎で生きてっとね、黙っちゃいないから、うん、ね、そこら辺覚悟してたらいいよ、ね、今の、ね、中学生高校生のね、キッズの子たちね、神奈川でね、生きてるやつらで、ね、見つけたらね、まあ、すぐね行っていただければ締めに行きますんで、ということで、ね、東京リベンジャーズね、絶賛放送中、ぜひご覧ください。